きチャンネル。ちょ、こんにちは。なんか佐藤さん、はい、何ですかこの資料は。佐藤さん、友也的、はい、来期に期待する若手特集、パリリーグ編。面白そう。いいでしょ、はい、僕のもう独断の偏見で、はい、あのパリーグ6球団、うん、まあ、あの各チーム1人ずつ、はい、来期に期待を寄せる、うん、佐藤崎はい、やります。あ、それで、はい。はい。なんか、それさ。なんか、誰かがやってそうな感じですよ、なんとか、はい。流行るんちゃう。そうですね。はい、ちょっと。流行るかな。じゃあ、これやるときはやっていきましょう。はい、そうですね。あ、じゃあ、それもなんか書いた資料ってことですね。そうです、そうです。はい。はい、今年そこまで成績残ってないですけど、はい、来年は期待したい。うん、結構、ひょっとしたら行くんちゃうかっていう、はい。もしくは行かなきゃいけないんじゃないのかっていう各球団、はい、僕の独断と偏見ね、はい、世の中の人どう思うか全く知らないです、はい、僕が勝手に期待してるから、はいはい、それがいいと思います。いいでしょ、はい、いいと思います。パリーグ編ですね、はい、パリーグ、今日はパリーグ編です、はい、もちろんセリーグ編もありますけど、はい、今日パリーグ編です、はいはい、じゃあ最下位チームからいきましょうか。はい、今年の、はい、知ってますか最下位チーム。最下位、あれ佐藤さんの、あ、オリックス。はい、そうです、はいはい、いい選手がいるのに最下位オリックスから、はい、はい、でも来年強いってよく言ってますもんね。そうなんですよ、はい、いいですね、毎年強いんちゃうかと思いながらね、うん、はい、じゃあまず、はい、オリックス、はい、来年期待する選手は、はい、頓宮選手です。頓宮、はい、はい、呼び捨てちゃったと頓宮なんかすごい名字が、ね、そうなんですよ、うん、いい、まあ、今年もね前半ちょっとパンチ力もあって期待されながら、はい、まあ、28試合の出場で1割9分8厘、はい、まあ、3本塁打、うん、まあ、2軍では2割7分5厘と打率残しながら、はい、まあ、終盤怪我もあってね、はい、っていうところもあったんですけど、うん、これなんで期待してるかっていうと、はい、キャッチャーを本格的にやりだすっていうので、うん、秋にキャッチャーのポジションを守ってるんですよね、はい、だからそれで来年キャッチャーとして行くんだったら、まあ、打てる捕手候補になるじゃないですか、はい、でまあ、ご存知の通りね、若月が打たないんで、ん、今年は、はい、だから来年どうなるか分かんないですけど、まあ、現状打たない、はい、頓宮選手がそのキャッチャーとしてのスキルを身につけて打てるようになれば厚みますじゃないですか。そうですね、うん、でしかもトレードでもらった鷹匠をもらったのに戦力外にしてっていうところは、はい、この頓宮をキャッチャーで使うっていうところもあるから戦力外にしたのかなっていう思いもあるんですよね。はい、まあね、鷹匠はね、DeNA に出戻りしてよかったですね、はい。頓宮選手って何年目の選手でしたっけ今。いや、1年目ですよ。あ、ルーキーか、はい、はい、今年ってことは、じゃあ来シーズン若月選手と共にっていう感じで、まあ、うまく出てだからね、キャッチャー本格的だからどこまでね、はい、そのスキルが一軍レベルに達するかどうかは、はい、まあ、こっからの練習次第ですけど、はい、まあ、持ち前のバッティングが生きていって、はい、キャッチャーでうまくはまったら、うん、面白いなっていう、だから注目したいっていう、はい、なるほど、はい、ちょっと私もあんまり見てなかったから注目しよう、はい、来年どうなのかね、はい、だからそこ、だからオリックスは頓宮選手を期待して注目するっていう、はい、わ、はい、かりました。私もちょっと視点がまた変わります。そうですね、はい、僕はもう一番今注目してるのは時計が00000っていうのに注目してます。今やってしまった。今何分喋ったかな。そうですね、まあ大丈夫ですよ。スタートに注目します。はい、すいません、ごめんなさい、はい、忘れちゃった。まだじゃあね、次、はい、5位、はい、日本ハム、はい、清宮。おお、いやでもこれはもうね、やっぱみんな期待してると思うんですよ。違うの、今年はやっぱ怪我でスタートして、うん、はい、っていうところもあって、うん、今も多分まだなんか手術したのかな、なんかどっか忘れちゃったけどして、はい、まあでも来年の開幕には間に合うらしいんですけど、はい、まあ同世代の村上が、うん、はい、今年は新人を取って、うん、ホームラン30発打って、はい、清宮世代って言われてたのに、うん、あれ村上世代なのかっていう、はい、なってきてる。そっちの方がね、ちょっと成績とかでは、なってるじゃないですか。変わってますからね。で、10代でのホームラン、中西宏さんとか清原さん抜いたりしながらっていうところで、うん、この村上にアップして、まあ、清宮のね、こう心中、穏やかじゃないと思うんですよ。はい、で、しかも、やっぱり、日本ハムは、まあ、チーム作り言ったように、上出しても下を育てていきながら、チームの循環したいところで、その期待の中で循環しきれないところが、この清宮の今年の成績もあると思うんですよね。はい、で、今年が2割4分で、2割4厘打率が81試合出場でホームラン7本というところで、はい、まあ、高卒2年目で考えれば、うん、いいんじゃないのって思うんですけど、うん、はい、多くの人が寄せる期待はこんなもんじゃないですか。まあだってあれだけね、世間を騒がした清宮選手ですからね、もっともっとなんかもう飛び越えていってほしいですよね。だからまあ村上級の活躍を多くの皆さんは期待してるところですけど、はい、
まあ怪我もありながら、うん、まあ、まあ僕はね2年目なんで、はい、いやいや、まあ、ホップステップジャンプくらいでいけんじゃないのと思ってますけど、まあ、世間はそんな許してくれないですよね。だから、はい、来年3年目、うん、今年村上のこのグワンっていったやつを見てどうなるのかが気になるですね、はい、そうですね。でも多分、まあ、ライバル意識は絶対あるじゃないですか。ありますあります。それをもっとこう飛び越えるぐらいね、はい、行ってほしいですね。いや行ってほしいですね。うん、力ありますからね。はい、やっぱ見ててもやっぱいいなと思いました。そうですね。でもやっぱりなんか綺麗に打とうと しがちかなっていう、うん、村上選手はどっちかというとバーン振ってもう三振だと三振でいいよっていう強いスイングですけど、はい、清宮選手はちょっと綺麗に打とうってしすぎなのかなっていう、うん、そのパチンパチンコンパクトに打ったりとか、はい、まあ、そういうのができる器用さがあるっていうところもすごいんですけど、はい、それが若干穴になってる可能性もあるなっていう、うん、もうちょっと豪快に振っていく中でアジャストしてもいいのかなって思う、うん、ちょっと綺麗に打とうとしすぎかなっていうね、はい、っていうところがありますけど、はい、まあ栗山監督もやっぱ一番頑張ってもらいたい選手であるのに違いないし、はい、うん、まあ、プロ野球界的にもね、もし興味はどういったらね、東京オリンピックの可能性もありますから、ね、来年6月までに活躍して、はい、その6月の序盤で活躍しないと選ばれないですね。はい、はい、だからそこはね、ファイターズは興味ですね。はい、はい、頑張ってほしいですね。はい、はい、では4位、ロッテ、はい、ルルルジャン、ジャン平沢タイガースね。わー、もう頑張んなきゃ。これはもう ね、期待とかね、注目とかじゃなくて、うん、あの激励です。はい、もう激励、はい、期待で言うと安田です。次4年目ぐらいですか。そう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 、うん、そっか、はい、期待で言うとね、うん、清宮村上安田の、はい、安田来年いけんちゃうかっていう、うん、ファームでも3冠4冠なんかしたっていう結果も残してますし、はい、でもここはもう知った激励で平沢です。はい、平沢選手、まあね、うん、あの鈴木大地が抜けても、うん、内野手で法政大学から補強もされながら、はい、っていうところでね、うん、あのひょっとしたら鳥谷取るんじゃないのかっていうニュースもありますし、で福田もね、うん、来ましたし、はい、僕だったら若干もう期待されてないのかなって客観的に思うっすね。ああ、そうなんですか。いやだってもうバンバン周り取っていかれてるじゃないですか。まあまあそうですね、補強されちゃってるんですよね。そうされちゃってるんで、うん、期待されてたらされないと思うんですよ、はい、期待されてるうちに結果出さなきゃ、うん、毎年新しいの取るんで、うん、ドラフト1位だろうがドラフト7位だろうが、うん、期待されてるうちに結果出さないともうどんどん取り残されていくんですよ、うん、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、新しい人に注目度が上がるし、はい、新しい人にチャンスが多いんで、はい、もうここから頑張んないどんどん下がっていくんですよ。今年もって1軍で51試合で1割9分8厘ホームラン1本ですから、まあ、ちょっと物足りなさがありますね。全く、はい、物足りないですよね、正直、はい、2軍でもね1割台ですから打率が。うん、そうですね、はい、だからここでもう本当にバチコンいかないと、うん、もう来年あのもう終わっちゃうっすね。いやー、甲子園であのホームラン打った姿かっこよかったんだよな。甲子園ではね、ここ生中田くんでしょ。そうだからね、やっぱね、こうやっぱ1位でね入ってね、もうガッツいってほしいですね。いやいやいや、そんなやつ5万といるんでダメだったやつ。そうですね、はい、うん、でもまあ激励の意味も込めてまあね、あの頑張ってほしいですよね、うん、まああと、まあ、私はまあ楽天好きなんですけど、はいはい、楽天と競って1位で行ったわけですよ。はい、やっぱ楽天ファンの人たちとしてもやっぱ仙台育英ですし、まあ地元ですね、すごい応援してるわけですよ。そうですね。ねえ。まあでもちょっと、まあ、全然やばいですね。やばい状況ですね。光が見えないですね。うん、だから、まあ、で期待値もどんどん下がっていくし、はい、ちょっと当たりが強いですよね。あの平沢に対する。うん、そうですね。これを跳ね返したらグッていきますよ。はい。だからもう本当にまあ来シーズン。もうグッていくしかないですよね。ないです。どこかで大爆発するしかない。だからもうちょっとぐらい守備へこくだっていいんですよ、はい、打て我慢できるからちょっとぐらい、うん、打ったら、はい、打てないから守備がへこいって言われるんですよ、はい、ガガガガ打ちまくったら多少はポロンチョしても、うん、打って返せばいいんでしょうぐらいで言っときゃ守備そのうちうまくなるんですから。あ、そうですね。打てよ、まあ、1割9分8厘じゃもう無理だぞ、うん、すごい今本人がここにいるのかと思うぐらいの感じ。最近いろんなところで仕事させてもらってるんですけど、はい、あのこの前球児園に、はい、あのこの前って昨日おとついか NHK の BS の球児園に、はい、録画してまだ見てない、はい、そうごめんなさい、まだ見て録画してますよ。あの、はい、あの月曜日のペイラインは聞いてくれてたのに、はい、今やってんだと思ってラジコで聞いてました。これ今ね、あ B クラスやったんで今中休憩のトークです。球児園で、はい、あの秋山西武のね、秋山翔吾と上原さんあったんですけど、はい、二人とも外見てるよって言って、秋山も、佐々木さんも YouTube 見てますよ。このチャンネルですか。はい、あーすごい、
現地選手見てくださってんですね。月曜日ロッテのゴルフチャリティーゴルフコンペがあったんですよ、はい、千葉の、うん、でチャリティーゴルフコンペ、はい、行って、初島さんが主催してるゴルフコンペなんですけど、はい、それに行ったらロッテの選手も見てますよっつって、はい、言ってて、へえ、別に俺間違ったこと言っていいやろ、はいっつってました。みんなあ、よかった、はいって言ってんのか言わされてんのか分かんないでも佐々木さんが間違ったこと言ってへんやろっつって、いや言ってますって言える人いないと思いますよ。しゅんちゃんに、渡辺しゅんちゃんにもあったんですけど、しゅんちゃん見てるよっつって、俺間違ってること言ってないよ、もう言ってないよ、ずっといつもずっと現役時代から一緒な感じだもんね。現役からこんな感じってことですもんね。そうですそうです、はい、はい、だから結構見てくれてるし、おお、すごいですね、はい、いや嬉しい。だから平さんもね、見てるかもわかんないけど、うん、まあ、はい、頑張るだけじゃダメなんだぞ、頑張るのはな、まあ、みんなで頑張ってからな、結果だけ出せ、よろしく、はい、ということで今本人へのメッセージでした、はい、次はですね、はい、A クラスですね、はい、中休みは今ハーフタイムです。そうだ、ハーフタイムの休憩時間の雑談でしたね。そうそうそう、はい、はい、まだ、じゃあここから、はい、では3位いきましょう、はいはい、楽天、楽天はですね、はい、オコエですね、オコエ選手、はい、まあ、これこそまだ平沢選手と同じ時の第1位ですね。そう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 、やっぱ身体能力高いじゃないですか、うん、はい、で、なんて言ってもクライマックスシリーズの千賀から、うん、インハイの高めをホームラン打った、はい、あれはすごいよ、あれ、うわ、ここで来たかと思いましたもん。あれはなかなかできん、はい、うん、打ってる選手でもできない。あ、そうなんですか、技術としてですか。あんな、うん、あの速いの高めをミッションとしないでスタンドでしょ、はいはい、あれはすごい、ポテンシャルやっぱりすごい。あ、やっぱあるんです、素人は分かんないですけど、はい、そういう細かいところは、はい、やっぱ身体能力高いですね。すごい、あれ打ってから、はい、今年どんだけ打ってるのかなって調べたら、はい、52試合で、ね、打率1割8分2厘ホームラン3本っていう、あれ、あ、2割平沢より打ってへんやみたいな。うん、そうですね、まあ、ホームラン3本で、まあ、試合数も同じぐらいですね、はい、うん、だからでもで、ね、やっぱあのホームラン見ると期待せざるを得ないですね、うん、で楽天って外野、はい、左目多いじゃないですか。そうですね、左バッターが多いんですよね、はい、多いんで、うん、まあ、右のああいう選手って、はい、まあ、大貴重やと思うんですよね、うん、だから多分浅村選手とかも行ったと思うんですよ、はい、だからまあね、噂によると茂木が外野転向するのかどうかとか、はい、まあ、ブラッシュとかね、うん、あとは島内、はい、まあ、田中和樹も今年ね、まあ、怪我もあって不調でしたけど、はい、っていうところで、まあ、激しいですね競争は。激しいですよ、今年入ってきたルーキーとかも結構いますし、うん、辰巳もいますしね、辰巳選手もいれば渡辺義明選手とか小郷選手とかいっぱいいるんで。でも左、まあ、そうですねやっぱ左多いんだよな。でも左、はい、っていうことはかなりチャンスあるんですよ、右だから、ね、やっぱり確かに、うんうん、そうなってきた時に、はい、しっかりだから、ちょっと、はい、お調子者なのかな、うん、まあ、客観的な感じ、すごくポジティブで、ね、だからハマったらすごいけど、はい、これちょっとこの差が激しいと思うんだよね、波が、うん、だからこれもうちょっとその気象的な波は激しくてもいいですけど、はい、技術的な波を穏やかにしたいですね。あ、でそのコンスタンスに結果を残せるように、はい、再現性をその打撃とかでも再現性を高めていって、うん、コンスタンスできるようになればその身体能力的なポテンシャルあるんで、はい、飛距離も飛ぶだろうし足も速いだろうし、はい、肩も強いだろうしっていうアドバンテージあるん で、うん、でしかも右打者じゃないですか、はい、かなりチャンスあるんですけど、うん、来年ですチャンスは、もうそんな長くない、平沢と一緒で高卒4年目で、しかも他の外野手も結構いるんで、うん、そんな我慢してくれないから、そうですね、で監督も右に変わって、はい、新規って、うん、チャンスです。そうですね、来年です、平沢と来年です。はい、監督が変わるタイミングってやっぱちょっと使われる選手層もちょっと変わるじゃないですか、はいはい、やっぱそこでチャンスですね。そこでチャンスすればフラットにも見てくれるし、うん、はい、ハマればグッと使ってくれるんで。いやー、横江選手ね、走ってる姿がすごいんですよ。やっぱ足長くて、うん、カモシカのように走りますよ。そうなんですか。はい、カモシカって足速いですよね。ん、違う。そうですね、まあ足が速い動物で例えられるのは、はい、まあ、チーターとか、あ、チーターか、感じですけど、はい、カモシカって違うか。うん、まあ走るかもわかんないですよ。まあ走りますよね、カモシカもね。まあまあ言えば綺麗に、なんか回転が速くて綺麗に走るってことです。はい、すいません。はい、次。はい、次。次、はい、はい、2位は、はい、西武が優勝したからソフトバンク。はい、ソフトバンクはですね。はい。砂川リチャード選手です。おー、砂川リチャード選手、はい、まず育成選手なんですけど、はい、全然あまり存じ上げてません。100番台です、はい、で2軍もほぼ出てないんですけど、はい、まあ、3軍ではですね、
2割7分9厘ホームラン11本、うん、まあでも3軍なんで、はい、これを一概に、まあ、褒める成績じゃないですけど、うん、今あの台湾でウィンターリーグが行われて、はい、それ NPB の混合チーム、うん、レッド&ホワイトっていう2チームが出てたり、はい、台湾で混合韓国とか社会人とかっていうところで今ウィンターリーグで戦ってるんですけど、はい、そこで出てるんですけどめちゃくちゃ打ってるんですよ。へー。でこの前試合見ましたけど、はい、体すっごい大きいんですけど、はい、めちゃくちゃコンパクトに振りながらパワー発揮するんで、はい、これすごいなっていう。でもまだ多分育成なんで、はい、荒削りなとこがあるかもわかんないですけど、まだ20歳です、はい、今。あ、若いですね。2年目です。いいですね。で、はい、まだ育成なんで試合がならなきゃいけないですけど、はい、ここ注目したいですね。ちょっと体大きいですね。めちゃくちゃでかいでしょ。めちゃくちゃ大きい、はい、その割に、はい、バッティングがコンパクトでしっかり振りながら力出せるんで、はい、で反対方向にも打てるし、はい、これめちゃくちゃね。でまああのソフトバンクは、はい、まあ、マッチも内川もちょっと高年齢が来てるから、はい、そこはやっぱり世代交代しなきゃいけないのと、やっぱりソフトバンクって言えばホームランバッターっていうね、うん、やっぱ王さん会長なんで、はい、ホームランバッターっていうところでこの砂川リチャードがうまくその内川とかの穴に入ってファーストとか守って出ていければ外野とか、これはすごいですよ。そうですね、もう育成でこれか、お前どんなに層厚いねんって思ったもんね。いや、やっぱソフトバンクの育成ってすごいんですね。すごい。なんかこうやって画像とか見て体つきとかだけ見てると、うん、本当柳田選手のような、うん、こうそれでも それで厚みがある感じですよ。厚みがある感じの貫禄ありますもん、20歳にして。ひょっとしたらまた来年も育成契約になんないかもわかんないですけど、はい、かなり、まあ、来年以降に注目したいですね。もうなん爆発した時はすごそうだって、うん、未来に向けて20歳です、はい、まあ、もし来年ね、うん、ソフトバンクのキャンプとか見に行かれる方はね、はい、しっかり2軍とかの方も見に行って100万台ですけど、はい、もう見たら分かります。もうめっちゃでかいんで、はい、あの注目してほしいですね。うわー、はい、いいですね。未来あふれる20歳、はいはい、では最後優勝した西武いきましょう、はいはい、西武ですね、はい、山野辺選手ですね。山野辺選手僕1年目なんですけど、はい、まああのね、浅村が抜けて、はい、でオープン戦キャンプとオープン戦結構前半状態すごく良くあって、うんうん、山野辺がセカンドに入って殿崎外野で行くんちゃうか、はいはい、まあ、課題は守備だけどねって言われてる中、うん、まあ、ちょっといいスタート切れなくて1軍ではほぼ成績残してないんですけど、うん、あのまあ2軍では打率2割7分1厘ホームラン12本と安定した成績残ってますし、はい、まあ、山野辺選手もウィンターリーグ行ってるんですけど、はい、まあね、あの体はそんな大きくないんですけど、うん、フルスイングと力強いスイングで、うん、あのそれがもしハマればかなり面白い選手になると思うし、うん、でまあ来年ね秋山がもしメジャー移籍決まれば外野も抜けちゃうんで、仮に殿崎が外野行った時にこのセカンドの山野辺選手が入ってくると安定感も生まれるし、うん、はい、でもまあ昨年2軍で結果出してるんで、はい、あ今年 か、はい、だから今年この土台踏んで来年勝負やと思うんですよね、うん、ってなった時にキャンプオープン戦といい感じで行ってスタメン開幕いれば面白いですね。そうですね、はい、なんか私本当たまに思うんですよ、はい、あの2軍でめちゃくちゃ活躍する選手難関って取ったりするのに、1軍だと全くこう打たないとか、そういう選手たまにいるじゃないですか。いや、めっちゃいますね。何が違うんですかね。あ、まあ、じゃあもう仮に例えると、はい、あのまあ、分かるか、これ野球界ではすごいみんなが納得して分かるんですけど、はい、あのまあ、皆さん分かるかどうか分かるんですけど、はい、2軍は地球上で生活してる人、はい、一軍は宇宙で生活してます。いや、そんな違うんですか。はい、へえ。だからまあ地球上だとめちゃくちゃうまくできるけど、宇宙行ったらまた全然その違う環境でダメになっちゃうと思います。はいはいはい、それぐらいもレベルが違うってことです。一軍と二軍ではもうそこまで。だって二軍で行きたがってきた人が登板するじゃないですか。はい、僕らレギュラークラスどう思うかというと、はい、打率の稼ぎ時やって思うんですよ。ああ、そうなんですね。ここでしっかり打って打率稼ぐよーって2軍で1って打線上がってきても、はい、もう舐めた配球しても慣れないですからね。ああ、まあ、それで打っていったらこう上がっていく選手はいますし、はい、そこで抑えられたらこうなっていく選手ももちろんいますけど、心情としては一番最初はもうかなり上から目線で舐められてますよね。へー、1軍2軍ってそんなに差あるんですか。全然もうほんと天と地ほど差がありますよ。ずっと宇宙で戦ってきたんですね。そうです、そうです。宇宙でね生活できるぐらいのポテンシャルありますよ野球界で言えばね、はい、いや尋常じゃないんで、へ、一軍は、はい、そんじゃそこらのもう二軍でホームランを打ったって、はい、だって二軍の4番が一軍に来たら8番とか打ちますからね。あ、まあそうですね、はい、そっか。で僕一回全盛期の時に怪我して二軍行って1ヶ月ぐらいリハビリしてて復帰戦です、はい、復帰戦
1打席目ホームランですからね。おお、すごいじゃないですか。で2打席目もホームランですからね。はい、めっちゃすごいじゃないですか。で2軍の一番ピッチャーのダメなところは、はい、いい球もあるんですけど、うん、あの甘い球は1打席のうちに何球も投げてくるんですよ、はい、だから打たれますよね。1軍行ったら1打席に1球歩かないかなんで、はい、あ、そっか、まあ、そのぐらいじゃ球の質が違うってことなんですね。もう、ああ、甘いの見過ごしたともう一回来ますからね、パーンって打ちます。打ちますよね。そうか、じゃあもう狙ってホームラン打てちゃうぐらい。全然打てます。だって僕言ってましたもん、伊沢君、もう一回ホームラン打ってきますよ、これ打てるわちって で打ったのとかちやもん。すごーい、っていうぐらい違うっす、はい、そうなんですね、はい、だから2軍の成績が1軍に直結しないですけど、うん、でもこの山野辺選手は期待値あります、はい、あ、なるほど。だからまあね、頓宮、清宮、平沢、オコエ、砂川、リチャード、山野辺、はい、これがパ・リーグの佐々木的2020年注目期待の若手です。はい、来シーズン期待しましょう。